しじゃあ。まあ人が歩いとらんね、これは。藻がいっぱいでございます。知らないやつは知らないね。その石を見ていきましょう。わしも知らないんやけど、なんだろうね。なんか例の漫画か、漫画見てないか分からへんけどね。はい、失礼します。あら、まんま見えないね。あら、また階段でございます。もう階段はもううんざりやわ。今日二条谷も上がってきたんでね、午前中ね。これもうちょっとね、階段を、角度をね、もうちょっと、どうなんだろうな。もうちょっと手前を上に上げてくれたらね、降りるとき降りやすいんやけどね。人気のスポットでございますからね。さあ、どうでしょう。はい。ここは鳥居がありますからね。はい、失礼します。はい、失礼します。ものすごいね、まるで石があるんですよ。みんな見に来とるらしいけど、聞いた話によるとどこにあるんだろうね。あれ、あらら、本殿はどこやね。本殿は傷んでる。あ、こっちか。ここでございますね。本殿でございます。ちょっとお参りしておこうか。誰か女性の方が来ると思うんだけどね。小鮎さんでございました。この人誰か一言ね、立ってあると思うね。小鮎さんでございました。失礼します。ここまでやね。ああ、社1、2、これ本殿で3、4。怖い顔して話すか。こっちはそうでもないけどね、この子は。はい、ね、水神社だけど、あの石はどこあんねやろ。石は割れた石を、ね、見に来たんだけど見当たらへん。よし、見当たりませんかね。ああ、あくあくびだ。知らない人は知らないで、なんかえらい言うたらしたけど、わし知らないんやけど、これが何がいいんだろう、この割れた石は。なんか意味あんのかね。これただ割れただけやろ。例の漫画の中で出てくるんだよな、なんかな。誰やったか名前忘れたぞ。炭治郎や。ほんまに割れてもね、きっちりね。で、マスってあるんですよね。川がすごいね、これ川が。おお。うん、これなかなか、なかなかもんでもございますよ、これ。これぐらいが見た方が一番いいかな、感じかな。で、奥が竹林でございますからね。竹林で。ああ、すごいね、この川は。はい、退散しましょう。はい、ありがとうございました。ああ、退散しましょう。蚊にやられました、蚊に。なんだろうな、これいっぱい掘ってんのは。で、水地観音ってどこあんねんけどね。どこあんねやろ。こっから行けるとこね、水地観音。よし。
ここなお寺さんこれ。ほらほら。観音菩薩。反対から入ってきたんだね。先祖代々菩薩です。おお、墓標が。墓地でございましたか。いっぱい墓地あんねんけどね。なんか変なこと書いてあるぞ、ここに。霊園関係者の方、不要となって返還をされても、返金をいたしませんかね、な。これどっから書かれんのかね、墓標。こんな荒れてるような感じ増えねえかな。あ、ここや。ここ本所や。ほら、本所。普段の大きな金がぶら下がってますからね。金でございます。なるほほら、十三重塔だよ、これ。これは奈良時代か、飛鳥時代に流行ったね、こんなやつ。今流行ったのかな。はい、行きましょう。この花、サルスベリの花がね、綺麗に咲いてるけど。ほらほら、この辺もいっぱい。ほら、荒れてますね、これ。全部荒れてます、ここ。あの、上の方はみんな田んぼで来てるんだけどね。こんなありますよ、こんな。ね、田んぼやめると。これが3、4年、2、3年やな、これ。これが10年するともう大きな木が生えてね、大変なことになるんやけど。